ジョアシャン・ブーベは中国で活動したイエズス会士の一人、中国では白進む、または白進むと称された。ブーベが1701年にライプニッツに送った64ケズ、ブーベ町、高期定伝の高期定像1656年、フランスのルマンで生まれた。1673年にイエズス会に入会し、1685年に司祭に除会された。 ルイ14世のもとで組織された6人の宣教師からなる中国宣教団の一人として1685年にフランスを出発した。宣教団は一時タイに滞在した後、中国南部のネーハを経て1688年に北京に到着した。宣教団のうちブーベとジェルビオンは後期帝の宮廷で西洋科学を教えた。 その後、後期帝からルイ14世への剣士として、1693年に、ブーベは中国を離れて1697年に、フランスに着いた。ブーベは、後期帝が送った49部の貫石を、ルイ14世に献上した。1698年に再び、フランスを出発して、ルイ14世への返礼及びジョゼフ・アンビ・マリード、プレマールなどの多くの宣教師と共に、 中国に帰還した。帰国後は交代したねの教育に当たった。1701年、ブーベはゴットフリート・ライプニッツに商用の64家を送った。これは、ライプニッツの1703年の日地法に関する論文に使用された。一方、ブーベは液響などの中国の経書の中に聖書の真実が隠されていると考えていた。ブーベは慎重に数学、 天文学などの学術を伝えたほか、大規模な実測地図である公余前段図の作成に関わった。また、ブーベがフランスで出版した後期停電は中国の事情をヨーロッパへ伝えることになった。1730年、北京で没した。ありがとうございます。